気持ち悪い。どうしたんですか？体調悪いんですか？違う違う、昨日飲みすぎちゃって二日酔いです。二日酔い？そうなの。いやー、お供え物久々にビールもらっちゃってさ、ちょっと飲みすぎちゃった。お酒好きなんですね。うん、好き好き。ご飯も好き。暴飲暴食万歳。へえ、自分で作ったりするんですか？するわけないじゃん、神だよ。そこで神を自称するのはどうなんでしょう。もっぱら食べ物はカミングフーズですよ。何ですか、カミングフーズって？スマホで注文できるフードデリバリーサービスのことです。神界にもあるんですね、そういうの。カミングはいいよ、ポチポチってやるだけでご飯届くから。もう週5でカミングだよ。怠惰ですね。いや、普通に仕事終わり居酒屋行ったりコンビニでご飯とお酒買って帰ってもいいんだけどね。神様の話ですよね。今荷物多いし、一旦家帰ってからもう一回出かけようって思って一度帰宅するともうダメ、二度と外には出られないわけ。あなた次第では。そして気がついたらカミングのアプリ開いてポチポチしてるのさ。まあいいんじゃないですか、俺もよく利用しますし。スーパーなんて歩いて行けるのにカミング使っちゃうんだよね。一度蜜の味を知ってしまうともう二度と戻れない。悲しい人間の性だね。あなた神でしょう。そんなこんなで今日もカミングフーズです。お、来た。本日私が食べるのは鶏の甘酢あんかけと大根の煮物です。なんか酸っぱいものと優しいものが食べたくて。早く出てあげたらどうです。はーい。どうも。あれ、つくも神くんじゃん。バイト始めたんだ。配達者も神なんだ。頑張ってね。さあ食べよう食べよう。あれ、ちょ、煮物入ってないんだけど。神は煮物を与えず